スケートパーク川西スケートパーク川西とは愛知県小牧市川西に所在する市営スケートパーク。2000平方メートルのコンクリート面に各種セクションが設置されており、スケートボードやインラインスケート、BMX などを楽しむことができる。照明が完備されており、午後9時30分まで無料で利用が可能。なお、この施設は調整地の底部に作られているため、 大雨の際には水没する場合がある。ストリートスポーツの人口が増えるにつれ、小牧駅の周辺などでは、スケートボードやインラインスケート、BMX などが盛んに行われるようになった。そのため、市役所には駅周辺を通過する住民から不満の声が寄せられるようになった。その一方で、ストリートスポーツを楽しむ若者からは、 自分たちが楽しめる場所を作ってほしいという要望が寄せられた。そこで市はストリートスポーツ愛好者との協議を重ね、市南部の川西地区に専用施設を建設した。セクションは津村製作所が施行。パーク内には本格的な設備が設置されている一方で、利用者によって小規模な自作セクションも持ち込まれていた。しかし安全上の理由から、 市はこれらの設置を認めず、たびたび撤去してきた。市による警告後も改善が見られなかったため、2012年9月24日にスケートパーク川西は閉鎖された。同年11月、一部の愛好者団体による清掃活動、市役所への働きかけなどにより閉鎖処置は解除され、現在は利用可能となっている。愛知県小牧市川西三丁目四小牧、 巡回バスの外堀一丁目停留所下車徒歩8分。ありがとうございます。